皆様こんにちは。立憲民主党公認衆議院候補者梶岡弘樹でございます。本日守谷市内を自転車で一周しております。情熱と政策をみんなにお伝えしてまいります。正しい政治、真っ当な政治、嘘のない政治、正直な政治、私梶岡弘樹が取り戻してまいります。それでは行くぞ。